糸崎君雄です。今回はですね、写真と現代アートという話をしようと思いますけども、コメント欄にもね、写真のことを調べていたらいつの間にかこう現代アートの話になってたりして難しいという、コメントをいただいたんですけども、僕もねこのチャンネルで写真と現代アートの関係についてはいつか話をしたいなと思っていたんですね。それで今実は後ろに見える通り、パシフィコ横浜に来ておりまして、今日はね、東京現代というね現代アートの、フェアが、国際的なフェアが行われていて、でそれをまあ見に来たんですけども、会場マップ見るとね、まあ、毎年ここで CP プラス、ね、カメラショー行われていますけども、それが全部ね現代アートのギャラリーで埋まってるというね、そういうまあフェアに来て、まさに現代の現代アートで、しかも、まあ、世界各国のギャラリーが、出品している国際的な、アートフェアに来たので、それで、まあ、今見てきたんでね、で、まあ、動画も撮ってきたので、まあ、それで話をしようと思うんですけども、まあ、僕自身はね実はまあ写真家美術家というふうにして名乗ってるんですよ。それで僕自身はその、まあ、なんとなく芸術家に憧れてたんですね。でところがその、まあ、結局それで美大に入る、石膏デッサンの勉強をして、それで美大に入るんですけども、その結局はまあその才能がないとね、一応デッサンは描けるんだけど、それでこう自分のオリジナルの世界観をねこう描くっていうのはどうしてもできないっていうね。でそっからまあ写真に転向していったわけなんですね。写真っていうのはとりあえずシャッターを押せば写る。でもその写真を、写真のプリントを切り抜いて立体にするという手法をね、なんだか知らないけどパッと思いついて、でそれをフォトモっていう名前をつけて、それでまあアーティストとしてデビューしていくんですけども、その際は写真でありながらやはり写真を切り抜いて立体にするという手法自体がね、やっぱりこれは現代アートなんだと、ようやく自分の現代アートができたっていうことで、まあ、一つこう落ち着いたっていうかね、でそこで僕はその、現代アートの文脈でフォトモを作り、そして写真の文脈でフォトモを作りっていうかね、写真の賞ももらったりしたんですね。現代アートの賞ももらいましたけど、だからコウモリのようにね、私は写真でございますってね、私は現代アートでございますって、こうまあ行き来、両方行き来していたっていうこともあって、その写真と現代アートの関係についてはまあずっと考えてきたっていう側面があるんですね。それで最近その一つ一様にこう結論めいたものが、自分の中で納得できる結論めいたものができたので、で、まあ、それについて話してみようかなと思うんですね。でやっぱり写真を撮られる皆さんにとって現代アートっていうものを目にした時に、なんかね狐につままれた気分になると思うんですよ。つまり僕自身もそうですけども、僕自身は自分のフォトモっていうね写真を立体にした作品は気に入ってるんですけども、じゃあ他の現代アートって見てみましょうって、今日の東京現代もそうなんですけども、これもそうなんですけども、会場行って作品見るとそのまあ狐につままれた気分になるんですよね。つまり現代アートを目にすると狐につままれた気分になる。なぜかっていうと、その普通で言うとね、まあいいと思えないんですよぶっちゃけ。とにかく今回もそうですけども、まあ、非常にこう殴り書きしてあるような作品ですね。であとまあ相手に言うと下手な作品ですね。あとまあそのやたら書き込んであるとかね、その、まあ、何がいいのかよくわからないもの、あとはまあ落書きとかガラクタとかゴミとか、そういうふうにともすれば見えてしまうものが作品でございますと言って、展示されているだけではならまだしも、これアートフェアですからね。でこのパシフィコ横浜ですから、ブースの出店の結構高いんですね、だからおいそれと小さなギャラリーだと出せないような金額で皆さん出品して、で、まあ、実際に作品を買われるからこそ
アートフェアやるわけですね。で、今回は東京現代ですけども、その前の4月には、有楽町で東京アートフェア、アートフェア東京か、というものが、まあ、あるわけですね。でもちろんそれ以外でもその、まあ、世界中でアートフェアが行われているし、まあ、現代アートの市場というのは、まあ、それなりの金額が動いているわけですよね。だから一般的にその誰それの作品がこれだけ高額でしたっていうね、すごい金額だっていうニュースは聞きますけど、じゃあ作品見て、え、これがっていうね、そういうこう狐につままれた気分に、やっぱり私もそうですけど多くの皆さんもそういう思いがすると思うんですよね。で一方で写真の方はそのやっぱり写真って見慣れないとね、結局誰が撮っても同じ写真になるわけですよ。ありていに言うとね、押せば写りますからね。で今スマホの発達した時代だと、まあ、さらに押せば写るように、なるんですけども、でもその中でやっぱり写真に興味を持って写真を見慣れていくと写真の良し悪しが分かってくるし、その一見他の人と同じ写真だけどもこれは非常に高度に工夫してあって、高度に考えてあって、クリエイティビティが高いというね、そういう写真というのはあって、写真というのは随分豊かな世界なんだなというふうにして一方で私は思うんですよ。だから僕の事情を言うと、まずその、僕が現代アート、まあ、意識的に現代アートを始めようと思ったきっかけは、まあ、実は赤瀬川源平さんなんですね。赤瀬川源平さんも、まあ、いろんな側面がありますけども、まあ、現代アートの作家なわけですよ。でそこからそのマルセル・デュシャンに、私は入れ込んだんですね。でマルセル・デュシャンっていうのは、まあ、現代アートの創始者と言われている。だから、まあ、狭い意味での現代アートは、デュシャンから始まったと言っても過言ではないわけですね。で細かいこと言うとまたいろいろありますけどね。で僕はとにかくデュシャンに入れ込んだんですけども、結局そこからね、失望していくんですね。でその失望の中でだんだんそのストレート写真に傾倒していくわけですね、私自身がね。だからそのフォトモであるとか、あとまあ継ぎはぎ写真の継ぎらまとかね、まあそういういろんな、つまりその僕が自分を現代アート、現代美術家として自己規定するっていうのは写真を使った現代アートを作ってるんだっていう、そういう自己規定からそのストレートな写真の可能性をだんだん追求するようになったんですけども、まあそれほど自覚的ではないですけども、今振り返ると結局はデュシャンに失望して現代アートに失望して、で、写真の良さを再認識していくというね、写真の奥深さを再認識していくと、でそういう過程にあったんじゃないのかなと思うんですね。でね、まあ、結論を言うとね、実は写真と現代アートの関係で言うと、実は写真こそが現代アートなんですよ。そこが、私も誤解していたし、みんなも誤解しているんですね。写真こそが現代アートだって多分ね、あまり本に書いてないんじゃないのかなと思うんですよ。でもその、まあ、写真の登場っていうのはその、まあ、19世紀1939年に、まあ、正式に登場するっていうね、細かいこと言うとまた、いろいろありますけども、一応1839年ということになってるんですけども、だから今の AI アートと同じなんですね。つまり写真っていうのは手で描く、あ、絵画っていうのは手で描くもんだっていうふうにして思われたところに、自動的に絵が生成できてしまうとね、これは果たして芸術なのか否かっていう問題がこうけんけんがくがくとして当時あったりしたんですけども、で一方でそのヨーロッパの、まあつまり写真術というのはフランスで発生しましたからね、あとまあイギリスでも実は同時発生なんですけども、まあ、そのヨーロッパの伝統的な写実的な絵画ですね、レオナルド・ダ・ヴィンチ由来の正確な遠近法、正確な陰影法による、絵画ですね。でそれはだからその、まあ、カメラオブスクラを使ってるわけですよ結局はね。そのつまり、
フィルムのない時代のカメラですね、レンズが投影するすりガラスの映像を手でなぞって、で丁寧に色をつけていたというね、まあ、フェルメールが有名ですけども、カメラを使って絵を描いていた。だからそのヨーロッパの伝統的な写実画というのは手書きの写真なんですね。でその科学的に正確な手書きの写真の理論を完成させたのが、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなわけですよ。でそれ以降 の, あのヨーロッパの画家というのはレオナルド・ダ・ヴィンチに習って、手書きの写真を描いていたんですね。だから写真なんですよ。でそれがその自動生成の観光材料に置き換わったわけですね。まあ、最初は銀版ダゲルオタイプという、かなり手間のかかるものでしたけども、それがまあだんだん簡便化していって、看板になりフィルムになり、そしてまあ今デジタルになるんですけども、基本は同じなんですけども、つまりそのまあ、僕今ちょっとね、写真120年史という本がありまして、これ昭和30年代の古い本なんですけど、それ再読しながら写真の歴史を勉強してるんですけども、そうするとその写真家は写真によって何を撮るべきかっていう問いの歴史でもあるんですね。それでその、まあ、初期の写真というのはまあ、もっぱらこう人物の肖像写真ですね。それの重要が、つまりその王侯貴族が、肖像画を描いていたんだけども、その信仰 の, その民主主義の時代になると、我も我もって肖像画を描いてほしいという需要が、起きて、でそれに応える形で肖像写真というものが流行るんですね。つまり絵を描くよりも写真で撮る方が、まあ、安いわけですよ、ね、初期の写真っていうのはすごく手間がかかるし、その意味ではお金もかかるんだけど、絵を描いてもらうよりは、安いということで、普及するんですけども、そのうちその、まあ、カメラの観光材料も発達するわけですね、より速いシャッタースピードでシャッター切ることができるし、より粒子の細かい写真が撮ることができるし、あとカメラも小型化してどこでも持ち歩けるようになると、ね、今デジタルカメラで、まあ、スマホでもそうですけど、こう気軽にね写真撮るっていうのはもう当たり前になりましたけど、それまでのこう膨大な苦労の歴史がある中で、だんだんそのカメラが小型化、高画質化、高感度化していく中で、じゃあ写真家は何を撮るべきなのかっていう問いが、その問いの歴史なわけですね。で大枠で言うと、その、まあ、これも前の動画でも言いましたけども、その結局は写真というのは絵画の延長なので、絵画のような写真を撮るべきだということで、その、まあ、印象派の真似をしたような、ソフトフォーカスの写真であるとかね、まあ、古代中世に扮して、ね、なんかこう演劇的な写真を撮ったりっていうのが、これがだから絵画主義の写真、ピクトリアリズムというね、その運動が起きて、それはヨーロッパでも日本でも、まあ、18世紀から19世紀の19世紀から20世紀の初頭ぐらいまでですね、それの流行だったんだけども、でも それって写真の本質なのかっていうね、そういう問いがある中で、やはり写真というのはリアリズムの追求をしなければならないんだというね、写真というのはつまり、物事をリアルに、ね、この映像だってまあそうなんですけど、まあ、それは写真し映像しそうなんですけども、やはりこのリアリズムっていう考え自体がすごく大きいんですよ。だからリアルなものをリアルなままに撮るっていうのは今の感覚で言うと当たり前ですけども、その昔で言うとかなり画期的なことなんですよ。でこのリアルっていうこと自体が実はその極めて近代的な状況なんですね。でつまりそのリアリズムでいうところのリアルというのは、時代によって、とにかく今の時代ね、どんどん時代が変わっていきますからね、今のリアルを写真に撮っておけば、それが貴重な記録になるわけですね。なぜかというと時代がどんどん変わっていくからですよ、ね、このパシフィコ横浜だっていつからあるか分かんないし、これいつからあるか、90年代90何年からあるのかな、ちょっと調べてみないと分かんないですけど、昔はなかったわけですね、こんなものね。でこれからもあるとは限らないという、そうやってその移りゆく、まあ今だって横浜だって他だっても
都心だってものすごい開発で目まぐるしく変わっていくし、それとまあスマホが普及するだけで人々のこう風習風俗が変わるので写真も変わってくるわけですよね。今だから電車の中で新聞読んでる人なんか一人もいないですけども、そうするとね、電車の中で新聞をバーッと広げて読んでいた時代の写真が特別な意味を持つわけですよ。それこそがリアリズムなんですよ。だからリアリズムっていうのは近代以前はね、そのつまり江戸時代であるとかね、中世ヨーロッパであるとかね、つまり変わらないことが前提になっているわけですよ。ちょっとずつは変わるけどもね、お殿様が変わったとかね、なんとかってちょっとずつ変わるんだけども、基本的には、ずっと変わらない。自分が生きてる間世界がこうひっくり返って革命が起きるってことはないわけですよね。でそういう時代にリアリズムっていうのは成立し得たのかっていうことなんですよね。それぞれのリアリズム、それぞれのリアルっていうのは各時代各地域にあったはずですけど、原始時代には原始時代のリアルがあったけども、でもそれはその今の時代に写真を撮るべきリアリズムとは全く意味が違うんですね。というリアリズムをさまざまな形で追求するのが写真の本質だというのが一つあって、それのバリエーションがさまざまにあるわけですね。だからその中で、まあ、毎度、宣伝ですけども、この日本の嬉しい場所という私の、作品も作品集あるわけですね。本当にちょっとずつおかげさまで、注文がありまして、今日も発送してきたんですけども、だからこうやって今の時代の観光客を撮る、今の時代の街の人々を撮るというのも、それもだから写真の、リアリズムの流れの中で、私は私で、今これを撮るべきだっつってね。でしかも肖像権の問題があるので、これを AI に変換する、まあ、これを AI に変換するという発想自体が、現代アート的ですけども、でもそれはそのこれを見た写真家の皆さんがこれは写真だねって評価してくれたこともありますけども、まあ、極めて写真なわけですよ。だからそのリアリズムとは何かという私の問いの一環として AI を使いましたよという、ことであるわけですね。でそうすると結局は写真こそが現代における現代アートだということになるんですよ。つまりその、まあまあ、話を簡単にするためにヨーロッパの美術史に話を絞りますけども、とにかく昔から絵描きが絵を描きまくってたわけですね。でルネサンス以降はとにかく、ダヴィンチの理論を応用して手書きの、写真を描いていたんだけども、ね、理論通りだったら、ね、レンズにカメラオブスキュラにのスクリーンに感光剤を当てて露光すれば、ね、露光して定着すればそういう自動的に絵画が描けるじゃないかっていうね、だから自動で描くか手動で描くかの問題であって、その意味で言うと、まあ、絵画と写真っていうのはシームレスにつながっているし、でその技法的なことではなくて、その何を表現するかっていうね、現代を表現するのは現代アートだっていう意味で言うと、それは写真こそが現代アートなんですね。でじゃあ一方でその今言われている現代アートね、ここにも展示されていた現代アートは何かっていうことなんですよ。で現代アートの一つの起源はマルセル・デュシャンなんですけども、もう一つ遡ると、印象派なんですね。で、まあ、一番最初たどると、まあ、競技では、マネですね。マネ、マネは自分自身は印象派じゃないって言ってるんですけども、まあ、考え方としては印象派なんですよ。つまりその写真が登場すると、写真術が登場すると、まあ、画家は失業するわけですね。まず似顔絵、肖像画を描いてた人が、失業してしまう。みんな写真の方に流れてしまう。それとそのとにかくこう手書き写真として細密に描くという技術自体がオワコンになっちゃうわけですね。だから写真術が発明、写真が発明される前はね、写真みたいな本物みたいな絵っていうのはもうとにかく手で描くしかないですから、もう神の技だっつってね、神の技だって芸術家は尊敬されていたのに、
写真ができちゃうと、そんなん機械でできちゃうでしょっつってね、今の時代と同じなんですよ、何度って言いよいでできちゃうじゃないですかっつってね同じなんですね、だからその、まあ、アイデンティティを失うわけですね。でそこで逆転の発想でマネは何をしたかっていうと、わざと下手に描くんですよね。まあ、1980年代に下手馬っていう言葉がね、ちょっと日本で流行しましたけども、その下手馬の元祖が、マネなんですよ。で、それをそのお下手馬いいじゃないですかっつってね、荒いタッチで描く、そしてその陰影をあんまりつけないで平面的に描くっていうね。だからマネの絵っていうのは今見るとなんか普通に写実的に描かれているように見えるんだけども、かなり革新的なんですね。でさらにそのマネの手法を拡大して印象派、ね、印象で描くんだとね、そんな色彩にそんないちいち目とか鼻とかね、きちきちっとまつげとか描いてないで、印象でポンポンポンとこう筆を置いていくんだと、これが新しいんだとね、しかもその、科学の時代ですからね、光を分解するんだっつってね、絵の具を置いていくっていうね、これ写真に描けない絵なんだとね、これこそが現代アートなんだっていう、そういうことで印象派に始まるそのまあ競技の現代、講義の現代アート、ちょっと広い意味での現代アートの時代になっていくわけなんですけども、だから一方で写真というのは、まあ、一つの方向としてはリアリズムの追求ですけど、まあその他にもいろいろありますけどね、でも写真という手法を使って何ができるのかという方向に進んだのに対して、結局アートの方がその印象派以降ね、そのキュビズムであるとかシュールレアリズムであるとか野獣派であるとかね、いろんな派閥がボンボン出てくるっていうのは結局はね、何していいかよく分かんないっていうねだから実は写真の現代アートの本道は写真なんですよ。で絵画の方は実は自分たちは本道だって思ってるのに実は本道じゃないっていうね、そういうその変な逆転現象が起こる中でなんか迷走してって、だってその頂点にマルセル・デュシャンがいるんですね。 でマルセル・デュシャンはその、便器を便器ね、男性用の便器を逆さまに置いて、はいこれが作品でございますというレディメイドの手法でも有名ですけども、もう一つ有名なのが大ガラスっていう、通称大ガラスで、彼女の独身者のため、なんだっけな、まあ通称大ガラスというね、そういう作品があって、ガラスに銅板でこうなんかいろいろこう貼り付けたような、まあ平面作品ですね。絵画とも言い難い、かなり神秘的な作品で、僕も大ガラスにすごく入れ込んだというかね、これはすごい作品なんじゃないかと思ったんですけども、デュシャンの大ガラスの正式名称が、彼女の独身者によって裸にされた葉の絵で、それでね、デュシャンの大ガラスの正式名称が彼女の独身者たちによって裸にされた葉の絵嫁さえもっていうね、そういう意味深なタイトルなんですよ。それでその画面が上下に分割されていて、で上部が花嫁で、そして、下部が独身者たちというね、そういう風になってるわけですよ。でデュシャンによるなんかこう神秘的な説明があるんですね。上部の花嫁はこう蒸気であって、でそれが何かこう下の、独身者たちのチョコレート粉砕機を回転させて、そしてその、水車の周りに僧侶と警察官と何とかが並んでるみたいなね、そういうその独特のストーリーがあって、それが非常に神秘的に思えるんですけども、実はそれはつまりデュシャンの大ガラスという作品、彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえもという作品のその物語自体が、実はその、まあそれはね、実は絵画の伝統を引き継いでいるんですね。でさっきその、絵画論の、
今の写実的な絵画の理論の完成者がレオナルド・ダ・ヴィンチだと述べましたけども、そのちょっと前にアルベルティという人が絵画論を、記していて、でそれがまあダ・ヴィンチの絵画論のベースになっていたんですね。でそのアルベルティがその絵画の本質とは何かということをその、述べているんですけども、それがその絵画っていうのはまずヒエラルキーがあって、で歴史が頂点にあるんですね。でその下に肖像画があって、でさらに下がって一番下に静物画があるっていうふうにして、絵画にはこうヒエラルキーがあるわけですよ。で頂点にある歴史画にとって一番何が重要なのかっていうと、それが物語設定だと言うんですね。だからその、まあ、歴史画っていうと、まあ、王様の歴史もそうですし、あと、聖書もあれも歴史書なので聖書の物語も含まれるわけですね。でそうするとその王様の歴史なり、聖書の物語なりをいかにこう解釈して、ストーリーを作って、でそのもとにこう絵画の画面構成をして、それで描いていくかということが重要で、それこそが絵画の本質であるというふうにして、アルベルティは言ってるんですね。でそうすると実はマルデュシャンのさっきの大ガラスのその花嫁と独身者とね、裸にされて最後みたいなね、そういうことも含む独自のストーリーというのは結局はアルベルティの物語を踏襲しているんだけども、じゃあその物語自体ね、デュシャンの大ガラスの物語自体何か意味があるのかっていうと、それは実はないんですね。だからまあ、それこそデュシャンの大ガラスは、1920年に完成したのかな、だからそろそろ100年なんです。あ、1924年に完成だから本当に100年なんですよ、ね、でその100年前っていうのはそのヨーロッパにおいては、まあシュルレアリズムであるとかね、ダダイズムであるとかね、まあ、ダダはデュシャンはダダの作家だと言われますけども、まあ詩の分野だとね、トリスタン・サラとかそういうその前衛的な人が前衛的な詩を書いたりしていて、つまり今までの伝統的な物語とは違うそのまあ言ってみれば意味のない物語ですね。でそういうものをまあ作るのが新しいねっていう時代だったわけですよ。でその中でそのデュシャンもそのまあ様々に言葉をそのまあ、ついつまな合わない言葉をその、まあ、羅列して作品を作ったわけなんですけども、でそのデュシャンの大ガラスの物語に対してみんなね、僕もそうなんだけど、なんか深い意味を求めてすごく深読みするんですね。ところが元々がだからその意味のないっていうことを目標にしてるというかね、そういうものを作ろうとしているので一見意味がありそうで意味がないんですよ、ね、で結局意味がないのが面白かったっていう、新しかった面白かったっていうことなのに、その意味のないところに深読みをしていくわけですね。でそうするとそれがまたその他の作家にも受け継がれて、結局だからそのまず現代アート意味わかんないっていうのは結局はそうやってその意味がないっていうね、意味がないところに意味のないものを積み重ねているわけですよ。でそうするとその内実がどんどんなくなっていくわけですね。だから本来的にそのアートにとって大切な、歴史画にとって大切な物語というのは意味があるものだったんだけども、それをその無意味なものにしてしまって空洞化するわけですね。でだからその空洞のまま今に来てしまっているというのが一つあるわけですよ。で一方で写真の方はね、つまりリアリズムの名のもとに何を撮るのかということで物語構成を各作家がしてるんですよ、ね、写真家の作品がそれぞれ見応えがあるというのは、それぞれの作家が自分が撮るべきリアルは何かという設定をきちっとして物語を作ってね、つまりその写真におけるリアリズムというのは、
現代の現代アートとしての歴史画なんですよ、ね。だから近代以前の歴史というのは、まあ、遠い過去であるし固定された歴史ですね、聖書にしても王様の歴史にしても固定化されてるわけですよ。でも今はとにかくこう歴史がどんどん生成されている時代なわけですね。だって iPhone だって今、15代目ですからね15ですからね、もう15代っつってね、15代王様っつってね15代将軍っつってね、それでもう瞬もう瞬く間に歴史が積み上がる時代なので、実は写真というのも本質的に歴史画だし、だから私も、手前味噌ですけども物語を作ってるわけですね。コロナ明けに外国人観光客が押し寄せてみんな嬉しいか嬉しい嬉しそうにしてるね、という物語設定を作ってるわけですね。で、まあ、観光地を撮りに行くと、で12ミリ超広角レンズで撮るということも含めて全部それが、物語設定で、写真家っていうのはそういう物語設定をきちっとしてるんだけども、現代アートの方はつまりはそのデュシャンの伝統を、引き継いでるわけですね。まあ、単純なことを言うとね、でつまりね、まあ、話長くなっちゃって申し訳ないんですけどまたちょっとね、分かりやすくまとめて話もねしようかなとね、YouTube だから何回でも同じ話してもいいんだけど、まあ、今回は自分の考えを、まあ、とりあえず吐き出すということで喋ってますけども、結局最初に言った通りに、写真こそが現代アートなんですね。で、アートの歴史を引き継いだ、受け継いだ現代アートが写真なんですよ。そして当の現代アートの方は結局写真にお株を奪われちゃってはしごを外されてるんですよ、ね。現代アートっていうのは実ははしごを外されて中身がなくなっちゃっているわけですね。で、なんだか分かんない状態になってるんですよ。で、それでいてそういうものに高額の値段がついているし、そして世評も高いわけですね。まあ、世評も高いっていうことと高額の値段がついてるってことは結びついているんですけども、でまたそれがまたマネーゲームに、巻き込まれているわけですね。で、だから現代アートがマネーゲームに巻き込まれているっていうのはつまりはその、つまりそれがだから一つはこれもどこまで本当なのかっていうのは、あれですけども、まあ、貨幣ですね。これ千円札ですけどね、なんか新札に、なんか変わるみたいですけども、この千円札ってこの千円がこれ単に紙ですからね、結構精密な印刷がしてあって、まあ、それなりに技術的にすごいもんですけども、これ自体に千円の価値があるわけではないわけですよ、ね。でこんなの量産すればするだけ安くなりますからね、普通に考えるとね。だからこういう内実がないものに、金銭的な価値があるというのがこれは貨幣の基本であって、そうするとその内実のない現代アートにその貨幣的な価値があるっていうね、マネーゲームに巻き込まれるっていうね、利用されるっていうね、それはまあついつまはある意味合ってるのかなと思うし、だからその写真と現代アートの関係ということで言うと、まずは写真こそが現代アートであり、現代アートの、王道であり、アート芸術の後継者が写真なんですね。だから写真家の皆さんは、ね、プロでもアマチュアでも、写真で表現する人は自分は現代アートやってるんだっていう自負を持っていいんですよ、ね。現代アートは難しいから分かんないっていうふうにして思わなくていいんですよ。むしろ現代アートっていうのはデュシャンの大ガラスで見たように難しいと思わせておいて意味がないんですね。意味がないところに意味があったというか、もともとは写真、現代アートとしての写真に、お株を奪われてはしごを外されて、内実がなくなってしまって、で結局まあ糸の切れたタコのようにこうふわふわ宙を舞っているというね、そういう状況に私は思えるんですね。だからもちろん現代アートの文脈で絵を描きながら地に足をついた制作というのはできるんですよ。そういう作家もいますけども、でもそれはまあごく稀というかね、つまり地に足がつくっていうのはどういうことなのかっていうと、まあ、結局はね、
その歴史に根ざすということなんですよ。結局いかに時代が新しくなろうとも、例えば人間の本質は変わらないし、そしてその人々が集まって、ね、文明を築いて、都市で生活を行うというその基本は変わらないわけですね。でだから結局は今の時代スマホを使ったりしてるっていうのも、人間っていうのはそもそもはコミュニケーションしながら生きる生き物なんだと。でそれは文字のない時代の原始時代から変わらないわけですね。でそういう伝統を引き継いでいるわけですよ。だからその写真が地に足をついている表現であるというのは、その結局絵画の伝統に根ざしているんですね。でだから絵画の伝統に根ざすことで現代アートを表現、だから絵画の表現っていうのは彫刻の表現でもいいですけども、それは可能なはずなんだけども、でもそのやっぱりね、写真こそが現代アートだっていうことをみんなが見落としているために、やっぱり何やっていいか分かんないっていう人がかなり多いんじゃないのかなと。全員ではないですけどね、というのがまあちょっと話が思ったより長くなっちゃいましたけどね、まあ、そういうわけで、このチャンネルは本当はなるべく分かりやすくね、写真について、話していこうとね、いうチャンネルなんで、ぜひ登録もねよろしくお願いいたします。コメントもね、まあ、今日もいただいたコメントから、話を膨らましてみましたけども、何でもお書きいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。